この時に気をつけてほしいのは袖を通す向きですね。こうね、今袖がグリーンってちょっと見えにくいかもしれないですけどなってたりもしますんで、最後シワ、服のシワをもしくはというか、あとベッドのシワもねしっかりで。かぶり物の時のポイントは、はい、ちょっとね頭上げておきます。はい、頭を起こしておく。ごめんなさい、今ちょっとまず本当はね足から上げて頭上げるのが鉄則なんですけど、まあ、ちょっと時間の都合上割愛します。はい、頭を起こしておいた方がいいです。やりやすくなってきます。あ、もちろんベッドの高さも、はい、その介助者のやりやすいように上げておいてくださいね。はい、はい、じゃあやります。はい、お願いします。はい、ベッドの高さある程度上げてもらって、鈴木さんのやりやすい高さにやってください。はい、はい、でそこまで来たら、はい、はい、さっきと一緒です。まず手を通してあげてください。あ、手からなんですね。手から、はい、まあ、やり方はね頭から通す場合もあるんですけど、まあ、今回はちょっと手からの方法を紹介します。はい、まあ、さっきと一緒で、まあ、ひそく側から通すんですけど、失礼します。はい、この時の注意点は通しすぎないようにしてください。はい、肘かけないようにしてください。はい、はい、前腕までで大丈夫です。はい、今度反対側もまず手を通します。はい。はい。で、かぶり物が難しい点はこっからなんですね。はい、もう頭通すんですけど、はい、まあ本当に硬い方とか痛い方は無理できないんですけど、はい、まあ右手動く方をしっかり動かしてもらったり、まあ、介助して動かしてもらいながら、はい、まあ、万歳するような形で首を通すって感じです。なるほど。はい、でベッドを頭上げといたのはこう頭通すのでちょっと頭持ち上げたりしないといけないので、はいはい、その都合でちょっと頭を起こしてます。はい、はい、お願いします。はい、じゃ右手は通す。いや、通さない万歳の方がいいんですね。はい、なるほど。失礼します。こっち右手は動くんですもんね。はい、ある程度可動域あると。ちょっと首失礼します。はい、頭ですもん。頭でいいですか。そうですね。でもうここはねもう手早くやってあげてください。肩が痛いとかあるんで、もちろん無理はしないようにしてほしいですけど、手早くやらないと苦しかったりもしますんで、はい、はい、合ってますかこれは。はい、大丈夫だと思います。はい、で少しずつ服着ていただいて、でしっかり袖もここからねもう通していただいて、あと背中の部分なんかはまた寝返り使ってやるんで、はい、そんな服むちゃくちゃ引っ張らなくていいんで、今できる範囲である程度着ていただく。そうですね。はい、はい、でベッドじゃあ頭下ろしますね。はい、頭下ろします、はい、じゃあここまで来たら次寝返りを使って、はい、背中とかきれいにしていきましょう。なるほど。どっちからがいい？まあ、服にはねある程度この肩の位置とか、まあ、その縫い目とかで分かりやすくなっていると思うんで。そこの辺をうまく合わせながらやっていってください。はい、はい、そうですね。中の服のねシワもできたら取りながらやってあげる方がいいですね。はい、失礼します。最初にね服をかぶる向きとかね、そのねじれてたりすると後々しんどくなるので、もうここは経験というか本当に慣れですね。今だいぶね服がね前に来ちゃってるんですよ。はいはい、背中が足りてないので、はい、普通にそういう時は特にこの脇とかがねグイーンってなりやすいんですね。今見てもらった方がねじれているので、はい、この服が肘曲がってたこの服のねじれって見えにくいですけど、はい、まあそこは例えばこの服の縫い目、今ごめんなさいかなり見えにくいと思いますけど、この服のここは本来こっちにあるべきなんですね。はいはい、こう伸ばした時にね、はい、これ本来こうなんですよ。でもこれ公式だったら分かりにくいけど、ここをしっかりこう整えてあげないと服がしっかり伸びてこないというか、ちょっと伸ばすとこれでようやくまっすぐになったじゃないですか。さっきまでだいぶねじれてたので、でも反対も一緒ですね。これ今の状態だいぶギュインってなってるじゃないですか。これも本来はこっちが外側になるべきところなので、この辺もしっかりと合わせてあげないと首元とかの服のシワとか歪みにもつながってくるんですね。でこの辺の服ある程度こう引っ張って無理に引っ張らないようだけしながら調整していただいて、でもう一回ねじゃあ寝返っていただいて、よいしょ、こう調整します。はい、でごめんなさいもう一回だけ、これもだから本当はねできるだけ一撃で仕留めてあげてほしいんですけど、中の服のこのシワとかも取ってあげて、はい、まあ、こうしてあげると、まあ、これでさっきよりはだいぶ良くなったのかなと思うので、うん、はい、どうですか、いいですか山田さん。はい、はいはい、これがまあ着せ方ですね。はい、はい、じゃあ最後脱いでいただきましょう。はい、脱ぐのは簡単なんで。簡単なんですか。はい、失礼します。寝返り打ちますね。はい。できるだけまあ寝返り打ってもらって、はい、はい、服をねできるだけ上げといてください。できるだけ。はい。はい。反対に寝返ってまた服をできるだけ上げといてください。はい、背中の服をねもう肩甲骨ぐらいまで上げといてほしいですね、できたら。はい、はい、そこまで上げてもう一回上向いていただいて、はい、はい、今度右手、はい、肩側側の袖を抜きましょう。はい、この時に抜き方ですけど、はい、こっから抜くとすぐ抜けます。はい、まあ右手はある程度可動域があるということなので、はい、これ抜けます。はい、はい、ここまで来たらもうあとはね肩抜いて、はい、首抜いて、はい、まあまひそく抜いて、はい、終わりです。はい、はい、やっちゃいましたけど、はい、じゃあ首抜きます。はい、はい、ただこの時に抜くのがまあ結構服が引っかかってしんどい場合は、はい、レッジアップ使って頭を起こしておきましょう。はい、はい、まあこれもさっきも言いましたけど足から本来上げてくださいね。じゃないとずり落ちてしまうんで。はい、はい、ちょっとそこを割愛しますが、はい、はい、で頭抜きます。はい、失礼します。ベッドの角度は45度ぐらいでね、いいと思います。失礼します。はい、OK です。で、あとはね、さっきも言いましたけど、まあ、頭倒したり、姿勢をしっかり正したりして、はい、まあ本当にきれいに整えてあげてから褥瘡予防ですね。背抜きとかシワを取ってあげるとか、基本的なことをして終わりです。これ背抜きするときはこう横に向いてもらう方がいいんですか、それとももう持ち上げてもいいんですか。あ、横向いてもらってもいいと思います。なるほど。はい。っていうのもキャッチアップをすると摩擦でどうしてもこうずり落ちようとする体と引っ張り上げようとするそのベッドの力がどうしても働くんですね、はい、なのでそれを一回こう寝返ってもらうことで浮かす、はい、そしたらそれがなくなってまた元通りになるので、はいはい、はい、一回浮かしてあげるというのはすごい大事なことですね。はい、はい、失礼します。はい、はい、まあいいかなと思います。はい、はい、まああとはね、足抜きとかいろいろ、まあ、他にもね背抜きの方法、はい、別の方法とかもあるんですけど、はい、まあ、今回後位ということで、はい、はい、これで OK かなと思います。ありがとうございます。はい、はい、ということで、まあ、今日は後位動作、上着編ですね、前開きとかぶり物と紹介させていただきました。まあポイントはね、ちょっとね大きめの服とか、もちろんブカブカ良くないけど少し大きめの服を選んでいただくとやりやすいかなと思いますので、まあ、よろしくお願いします。じゃあ鈴木さん、まず感想をお願いします。はい、まあ、行為させるってなかなか普通に生活してるとないので、うん、何からしていいのかわからないので本当に勉強になりました。はい、まあ練習がねでもまだまだ必要だと思うんで、はい、はいはい、頑張ってください。頑張ります。はい、はい、じゃあ山田君の最後にワンポイントアドバイスお願いします。はい、ワンポイントアドバイスというかあれなんですけども、皆さんちょっと体験していただきたいですね。患者さん役を、はい、今日もちょっと鈴木さんにやってもらってて、長谷川君の方は結構直してまっすぐの位置にしてたと思うんですけども、かなりこう引っ張られてる感があって窮屈なので、それを一度体験していただけると、まあ、利用者さん患者さんにしていただくときにこんだけしんどいなって思ったらしっかりとこうまっすぐしようっていう意識がつくかなと思うんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術は、紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。